皆さんこんにちは、トータルゴルフィットネスの菅原です。日本全国のシニアゴルファーを応援する100歳でもゴルフ応援プロジェクト、今日も一緒にやっていきたいと思います。このプロジェクトでは日本のゴルフ界を支えているシニアゴルファーの方に1年でも長くゴルフをしていただくために、そして一生涯ゴルフをしていただくために、スイングではなくて体視点でゴルフを変えていただこう、そんな思いでプロジェクトを立ち上げました。今日は、視聴者の皆さんから質問が来ていますので、その質問に答えながら一緒にエクササイズをしていきたいと思います。それでは今日の質問です。バランス感覚が悪く感じます。スイング中のふらつき、フィニッシュがきれいに取れないことが多々あります。どのようなトレーニングで改善できますか。40歳女性の方からの質問です。ではこの質問に答えるエクササイズを一緒にやっていきたいと思います。頑張りましょう。バランス感覚っていうのは、この足関節の足首の柔らかさ、こう緩んでしまうとすごくこうフラフラしやすいんですね。なのでこの足関節周辺の、安定性がないとまずこうぐらついてしまいます。でもう一つはお尻の筋肉がなくなってきたり、こう下腿部の、筋力全体がなくなるとやはりこれもふらつきます。なので、関節の緩さ、そして筋力の低下っていうのが主にこのバランス感覚を崩す原因になります。この2つの原因を解決するための簡単にどなたでもできるエクササイズを今日はお伝えしていきたいと思います。それではバランス感覚を崩してしまう一つ目の要因である足関節の安定性を高めるエクササイズを紹介したいと思います。一緒にやってみましょう。まず腰幅に足を開いていただいて、つま先は平行ですね、平行にして両足でゆっくりかかとを上げていきます。で、親指から小指にかけて全体でこう地面を押すようなイメージで上げていきましょう。その時に足首周りが不安定性な方っていうのは小指の方に体重が乗ってしまったり、またはどちらかの体重が偏りすぎてしまったり、いろんな、それぞれ癖が出てくると思います。両足まんべんなくしっかりかかとを上げて、前足部、足の指全体で地面を押すっていうのを意識しながら行います。大体10回ぐらい行えるといいと思います。でその時にやはり姿勢も大切で、丸まった状態で行ったり、または膝を曲がった状態で行ったりするのも良くないですね。しっかり足首、膝、股関節、そして 背骨、首、頭が一直線上になった状態から、そのまま真上に紐で連ねているようなイメージで行うとよりいいと思います。誰でもやったことはあると思います。片足立ちですね。本来目をつぶって、行ったりするんですけども、今日は、皆さんには簡単にできるエクササイズとしては目を開けてていいです。目を開けててどちらでもいいですから片足立ちになります。で、股関節90度、膝90度、足関節、足首もしっかり90度90度になるような、ポジションをとってしっかり立っていただきたいと思います。それでは片足立ちやっていきましょう。まずどちらでもいいです。片足を上げます。そこからしっかりお尻に力が入っているか確認しながら、ゆっくり手は広げてあげてください。だいたい20秒間いければ合格だと思います。慣れてない方は5秒または10秒でも構わないです。左右両方やっていきます。同じようにバランスをとってゆっくり手を広げてあげてください。どうしても、バランスがふらついてしまうという方は、左右に壁があったりまたは柱があったり、少しそこを支えながら行っていくと怪我なくできると思います。はい、OK です。
で今普通にね左右両方やっていただいたんですけども、右と左の左右差って必ず出てきます。バランスが悪い方側に体重が乗りにくいっていう傾向も出てきます。ちょっとしたことなんですけども、こういった左右差を感じることを毎日やっていただくだけでバランス感覚が非常に良くなります。でもう一つやっていきましょう。そして今静的から今度動かしていきます。膝、90度、股関節も90度してた状態からゆっくり股関節開いていきます。そこから閉じると、スイング中の股関節のこういう動きをイメージしながら、そのまま開く、閉じる、開く、閉じる、こういう形でゆっくり10回繰り返していきましょう。手はバランス取っていいですよね。手はどこに置いてもいいですから、ゆっくりバランスを取りながら、左右に右から左に動かしていく。これも同じように逆側もやっていきましょう。股関節90、膝90、股関節も90にしながら開く、閉じる、開く、閉じる、開く、閉じる。この動作を繰り返し行う。これもバランスが崩れやすい人はしっかり捕まえ、どこにでも捕まえる状態を作りながら行っていくとよりやりやすいと思います。今回はこの3点についてのエクササイズをお伝えしました。まずは側関節を安定させる、そして股関節周りをしっかり安定させるためのエクササイズを行う。そして3つ目に、限りなくスイングに近い動作でバランス感覚を整えるようなエクササイズをする。この3つをですね、毎日とは言いません。気がついた時でいいです。何かした時に、ちょっとした時にかかとを上げたり、片足立ちになったり、または動かしたり、そういった動きでちょっとしたエクササイズが一生涯ゴルフを続けるための筋力トレーニングになりますので、ぜひ続けてみていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画で見足りないなという方は、ぜひトータルゴルフフィットネスの体験を受けてみてください。ゴルファーのためのパーソナルトレーニングを行っています。やはり一生涯ゴルフをしていただくためには、体作り、土台となる体がやっぱり大事です。これを常に正しいやり方で鍛えていくというのがゴルフ上達には大切になります。健康な体づくりこそゴルフ上達への近道、私たちはそんなモットーで行っています。ぜひお待ちしております。